V ロード第3節2戦目バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は何から入ってくるか。キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。あそこは手が出ないでしょうね。ノーボール2ストライク。インコース打ちました、いい当たり入れました、ファールボール。打った、ヒットになった。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス牧原、ヒットでランナーを二塁に置いています。まずは変化球、2球目打ちました、センターライナー掴んで3アウトチェンジです。バッターボックスには3番ソト、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。さあ勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。打ちました、ファーストが取る、これで3アウト、試合終了。今日は見事な完封で白星。